本日も動画をご視聴いただきましてありがとうございます。株式会社武蔵小山不動産の吉澤です。今日はですね、今までは不動産に関するちょっと固い話をしてきましたので、不動産屋が一日どんな仕事をしているかっていうのをご説明したいと思います。不動産会社といってもいろいろと種類がございまして、まあ、私がメインで行っている、売買仲介ですね、あとは賃貸仲介、賃貸管理、あとは新築の建て売り業者とか、まあ、様々な業、その他にもいろいろな業種があると思うんですけども、まあ、今日は主に私がやっております、不動産仲介っていう仕事の、まあ、一日の流れをご説明させていただければと思います。他の不動産会社さんも大体同じかなと思うんですけども、業務開始は9時とか、まあ、10時この間で、まあ、設定している会社さんが多いかなと思います。でちなみに私はあの9時から業務開始をしています。でまず最初に何をするかと申しますと、お問い合わせですね、まあ、大体メールとかでいただくことが多いんですけども、お問い合わせをいただいたお客様に対してお問い合わせいただいた物件の資料の送付ですとか、あとはあのご質問をいただく内容とかもございますので、そういったお客様への対応業務っていうのを行います。その後なんですけども、レインズっていうのを見ます。でレインズっていうのは不動産会社だけが見ることができるインターネットサイトのことなんですけども、その中で出ている、まあ、前日にですねアップされている新着情報を見て、新しくご紹介できる物件とかそういったことを調べていきます。ここからが結構、まあ、メインの作業になっていくんですけども、レインズに掲載されている物件の中で、あのポータルサイトスーモですとかホームズ、アットホームに掲載しても大丈夫ですよっていう物件があるんですね。掲載されている物件のその資料の中にですね、広告掲載が大丈夫ですよっていう書いてある資料もあれば、全く書いてない物件もありますので、それを一件一件ですね、ちょっと気になる物件とか、これいいなっていう物件を一件一件、その売り主さんですとか売り主様を担当している不動産会社の方に連絡して、広告掲載が可能ですかっていう対応を取っていきます。その後なんですけども、その広告掲載の中で掲載してもいいですよっていう許可が下りた物件に関しては、写真を撮っていきます。でこれはポータルサイトの方ですね、スーモですとかアットホームとかに掲載するための写真を今度撮りに行きます。基本的に写真はですね、雨の日は行かずに、まあ、晴れた日の時に写真も撮ればすごくですね、見栄えもいいですから、晴れた日は基本的には写真を撮りに行きます。午後に予定がない場合はですね、もう5件6件、写真を撮りに行きますので、本当もうこれ写真を撮るだけで丸1日かかってしまいます。その後の午後の業務の内容なんですけども、例えばですね、週末に契約業務とかを控えている場合は、まあ、その日は写真とかを撮りに行かずにですね、まあ、午前中そのレインズの新着情報のチェックとか、まあ、例えば明日行く広告ができそうな物件の確認を業者さんに連絡を入れたりとかっていう業務を行いまして、その後午後は週末に控えている契約業務のですね、調査っていう作業を行っていきます。でこれはどんな内容かって申しますと、重要事項説明書とか、あとは契約ですね、売買契約書の方に記載しなければいけない内容がありますので、それを、市役所ですとか、役所の方ですね、水道局とかそういったところを訪問して、一つ一つ調査っていうのを行っていきます。この調査を行わないと重要事項説明書とかに記載することができないですので、でこれは非常に重要な作業になってきますので、まあ、週末に契約業務がある場合はそういった調査業務っていうのを行います。ある程度その調査業務が終わりまして、今度事務所の方に戻ってきましたら、その調査内容をもとに重要事項説明書と売買契約書の作成を行っていきます。それ以外ですね、午後の仕事内容としては、写真を、まあ、午前中撮りに行った写真をですね、ポータルサイトですとか、あと自社のホームページに掲載していく作業っていうのを行っていきます。
結構この作業が地味でですね、もうパソコンと向かいながら、もう本当入力業務を行っていくっていう本当もう地味な作業になっていきます。あとその他の業務といたしましては、例えば週末にお客様のご案内を控えているようであれば、その物件の下見に行ったりですとか、あと案内の時にお客様にお渡しする資料の作成、そういった業務を行っています。それ以外の作業としては、午前中に行っているそのレインズの新着情報を見た中で、以前お問い合わせいただいたお客様に、あ、これいいなと思う物件があったら、その物件資料をお客様の方に、基本的にメールで、電話ですることはないんですけども、メールで、新しい物件が出ましたのでいかがでしょうかっていう形で、提案ですね、作業を提案を行っていきます。そういったことを一連の作業をやっておりますと、大体もう5時とか6時くらいになってきます。で、週末に契約業務ですとか、いろいろそういったことが立て込んできますと、もうちょっと6時で終わらないっていう時もありますので、その時はもう、終わるまで作業を行っています。こんなような流れが不動産会社の1日の流れになりますので、日々こういったことを繰り返しておりますね。で、特に週末に契約業務がないと、写真の撮影に行ったりですとか、ポータルサイトの更新業務っていうのを行っています。で、一番大切にしているのはやっぱり案内ですね。お客様からお問い合わせいただいた時にきちんと案内できるように準備するとか、そういったところがメインに中心に行って、第一優先に行っています。以上が不動産会社の1日の流れになりますので、参考にしていただければと思います。本日はご視聴いただきましてありがとうございます。